こんにちは。これ、彦サイモンで、日本語でござって、ちょっと一つ、お知らせをしたいと思ってる。この間の東京トナイトでは、ジャパンタイムズコラムニストのバイエン・ミクニールっていう、日本においての黒人としての生活とか、新聞記事とか本も、書いてる人で、すごくもういい人で、日本も大好きな人として、この間ですね、ちょっと外国人の世界で、特にいろんなニューヨークタイムズの、田淵博子さんとかで、いろんな人は、照らした、今度、3月7日予定の、フジテレビでは、Rats and Star っていう、バンドが、桃色クローバーゼート、という、アイドルグループと一緒に、まあ、ちょっと出演する予定のところで、ちょっとね、今のところ、そのラッツンスターは昔から、そう、顔を黒く塗ってる、まあ、そういう黒人、ブラックミュージックやって、その黒人憧れでやってて、で、これも差別じゃないかって指摘が確かに、いろんなところ、海外の目からあって、差別じゃないんですよ。それもそんな恋じゃないですよ。悪い意識はない。逆にそういうブラックミュージック憧れで、そういう黒人の格好をなりすまそうとしてると。そういうことは、まあ、理解がある。で、バイエさんも、そういう理解の上でも分かってたんだけど、ただ、そういうことが悪気がないとしても、やっぱり、こんなことは、もう昔から歴史的に、そもそもこれブラックミュージックで、アメリカの黒人を褒めるためで言いながら、アメリカの歴史とかにいろいろ置いて、それを使って黒人を屈辱させるため の, ことで、まあ、昔からあったもの で, それでもう非常にもう敏感なことなんですよ。そういう日本人がやってるからとしても悪気がないとしても傷つけることなんですよ、多くの黒人、アメリカの黒人には。で、これまあそういう意味では、まあ今時代確かにこのバンドは昔からこういうことをやってて悪気はないと言うかもしれないけど、でもまあ今ぐらいでは、今時代にはそんな影響があるのか分かってるはずだし、そしてまあ彼も自分もでもそうですね、愛する外国人として、日本を愛する外国人として、ちょっと日本は国際的にこんな恥ずかしいことをね、今の時代でもやってることをちょっと意識して、ちょっとね、これ恥にしないでほしいんですよ。これ日本のイメージを劣化させるんですよ、こんなこと日本のテレビやってると。まあその音楽好きだったらそのままパフォームすればいいとは、もう顔を黒く塗る必要もないし、でちょっとね、もうこれからはね、もう日本はどんどんその国際イメージを向上しようとしてるし、そうオリンピックにも向けてるし、そういうこともちょっと意識して、フジテレビも意識して、ちょっとねこのようなことを放映するのが、もうこれからね、黒人大統領の奥さんも日本に来るし、そういうことはちょっとね、日本のイメージをちょっと意識して、日本のイメージをダメにしないでほしいというきっかけの署名活動がちょっと一つインターネットペティションしてるんですよ。僕は単なるもうその配慮するのが、もう僕もね、日本大好きとして、こんな恥ずかしいことをちょっと正直やめてほしいということがあって、悪気ないのを認めてる。で、これ差別とは言わないとは言わない、差別的な行為ではないけど、でもその無知が言い訳としても、もう無知で黒人の何も知らないで、知らずにこんな傷つけることも、じゃあはい、言ってますもう今知ってるからやめた方がいい。僕は基本的にそういう意味で賛同してるんで、署名加えてるんですけど、そういう意味でちょっとそのメッセージを送りたいなら、日本を恥ずかしくしないでって、僕の感覚だけど、ぜひちょっとリンクはこの動画の下にあるんで、ちょっと見て、もうどうかなったら、別に素人って何も言わない。けど、どうかなったら、少しメッセージを伝えるためにね、この時代にはこのブラックフェイスということをちょっとやめましょうということがあるんで、ちょっと署名でも、インターネットで署名できるんで、まあちょっと考えて、同意であれば署名でも検討してくださいということだけで、ちょっとメッセージです。はい、日本推しでした。彦左衛門です。ピース。